ライザップグループワンダーコーポレーションワンダーグー家族店、リジックスワンダーつくば店、株式会社ワンダーコーポレーションは関東地方を中心に日本で展開している書籍やゲームソフト CDDVD 等の販売及び買い取りを行う専門店の経営を主な業務とする企業である。1981年10月に霞グループの家電部門として事業開始し、 1988年3月に株式会社霞家電として分社化。1990年代後半からは店舗の屋号を霞家電からワンダーステーションに変更する。さらにパソコン専門の CU をデジックスワンダーに改められた。この時にはソフトに特化したワンダーグーが新たに設けられている。2000年にはジャスダック上場を見据えて、 現社名の株式会社ワンダーコーポレーションに変更した。しかし家電量販店との競合には勝てず、わずか2年後の2002年に同業他社のケーズホールディングスと資本提携を結び、ワンダーステーションとデジックスワンダーを上渡することになる。また、霞グループの書店部門だった株式会社ブックランド霞を参加に収め、順次経営統合を進めた上に2006年3月をもって、 九州合併、現在に至る。ツタヤを運営するカルチュアコンビニエンスクラブとは業務提携関係にあり、提携後には合弁会社である株式会社、ツタヤワンダーグーを設立。ワンダーグーの店内にツタヤが併設されるケースも多くなった。2012年4月にはツタヤの有力フランチャイジーの一社であるサンレジャーを子会社化したほか 同年5月には元津田社長の草加孝明を社長に迎えるなど CCC との関係は濃くなりつつある。2013年2月には大手 CD、DVD レコード、書籍販売会社の新生堂を連結し会社とし、2016年2月23日付でインターネットによる音楽配信の普及によって経営の苦戦が強いられている同社を吸収合併した。 合併後も新生堂のブランド名は維持される。2018年3月29日には、株式公開買付け及び、第三者割当て増資により、ライザップグループが、議決権所有割合ベースで75.05%の株式を取得し、同社の子会社となった。これまで、約43%の株式を保有していた霞は、保有前株式を売却している。 2020年12月18日には、ライザップグループの子会社であるハペンズ、ジーンズメイトの2社と2021年4月1日付で、経営統合を行うことを発表。ワンダーコーポレーションは2021年3月30日付で、ジャスダック上場廃止となり、同年4月1日付で3社の株式移転により、設立されたレクストの完全子会社となった。このか。 かつては、ハードオフコーポレーションともフランチャイズ契約を結んでいた。CD、DVD、書籍などのソフト関連を中心に、各種ホビー商品等までの幅広い商品の販売、買取を扱うエンターテイメント専門店。略称は、ワングー。前述した通り、ヤゴの変更後に新設されたブランドで、現在の主力業態となっている。 1990年代後半からは、霞グループだったブックランド霞も順次このブランドへと称号を変更した。CCC との業務提携により、多くの店舗にはツタヤによるレンタルコーナーも併設されている。商品の支払い時には、現金だけでなく電子マネーのエディも使用できる。ポイントカードについては、以前は独自のポイントカードを発行しており、商品の購入、 売却に応じたポイントが付与され、またかつてのワンダーステーションやデジックスワンダーで発行されたカードも引き続き利用できた。2016年7月1日より T ポイントを導入し、従来のポイントカードは2018年8月31日をもってポイントの付与を、2019年2月28日をもってポイントの還元をそれぞれ終了し、 t ポイントに一本化された。インターネット上にもオンラインショップ e ワンダーグーを開設しており、実店舗で販売しているものと同様の特典がついた商品の一部販売や買取を行っており、ポイントカードも使用できる。ワンダーレックスつくば店中古品の販売、買取に特化した店舗。取り扱う品目はブランドグッズから家電機器まで多岐にわたり、 豊富な品揃えを売りにしている。ワンダーコーポレーションでは、従来からワンダーグーにて中古ゲームを取り扱いしていたが、2000年4月にハードオフコーポレーションのフランチャイズチェーンに加盟し、ハードオフ、オフハウスの営業を開始することで、中古品全般の取り扱いを開始したのがこの業態の始まりである。お膝元である。 茨城県南部から店舗を展開し始め、茨城県北部や千葉県にも拡大していった。そして、2009年春に運営方針に関して食い違いが生じたとして、ハードオフ社とのフランチャイズの解消を発表。同年10月には自社で手掛けていたハードオフとオフハウスを一斉に閉店。その後ほとんどの店舗を改装の上、ワンダーレックスに転換することで、 自社ブランドでの中古品販売業を開始するに至った。こういった経緯があるため、店舗の大半は茨城県や千葉県内にあり、その他は群馬県と三重県の各1店舗のみに限られる。ポイントカードはワンダーグーと共通。買取を申し出る際は身分証明を兼ねるため、ポイントカードを必ず提示しなければならない。また、ポイントの還元率は一律 1%, 1である。 ワンダーグーと同様に2018年9月より T ポイントを導入2019年3月からは T ポイントに統一された。なお、ワンダーレックスへの転換に対しハードオフコーポレーションからは FC 契約終了後の協業禁止規定に抵触するとして訴訟を提起された。一審ではハードオフコーポレーションがあの主張を全面的に認め、 ワンダーレックスの運営禁止と7億5000万円の賠償を命ぜられ全面敗訴したが、日清にて、和解勧告が行われ7億8000万円の和解金をハードオフコーポレーションに支払うことで和解が成立。ワンダーレックスの営業は継続できることとなった。コスメティック商品に注力したコールコールという専門店も展開している。姉妹ブランドで小規模型のプチコってもあり、 主に各地のワンダーグー内に併設されている。店舗数は校舎の方が多い。これ以外にもコンビニエンスストア大手ファミリーマートとの共同店舗、ファミリーマートワンダーグーも茨城県下立市に展開している。各種フランチャイズチェーンのフランチャイジーとしても店舗を展開している。2018年にはいきなり、ステーキの当社1号店をオープンした。 ワンダーカーフという名称のインターネットカフェを埼玉県三里市と千葉県茂原市に1店舗ずつ展開していたが、いずれも2013年2月に閉店。他にも携帯電話専門店のビワンダーや写真現像、プリントを行うシャララも展開されていた。本社が茨城県にあることから同県をはじめとする関東地方に多くの店舗がある。また、西日本では 未進出の件も多く、近畿地方では2013年1月6日の伊丹店の閉店を最後に撤退したほか、岡山県、香川県、福岡県以外には出店していない。山形県、高信越地方、北陸地方にも未出店。関東地方では、水江店、鶴川駅前店、下瀬谷店、三坂井店を除き、全店舗が直営店である。 その他の地方では大半がフランチャイズ形式により運営されている。以下にその事例を挙げた。ワンダーグーに関するカテゴリー。ありがとうございます。